幼樹僧は中華民国の海軍軍人。北京政府、国民政府に属する。国民政府では初代の海軍部部長となった。字は、楊慶。叔父の楊稚楽も海軍軍人だったが、日清戦争で沈没している。幼樹僧はその志を継ぎ、1898年に、候補水師学堂第八期が師範に入学した。1903年。 卒業して、巡洋艦、海木に配属される。1911年、魚雷艇湖高の艦隊に就任した。武将危機が勃発すると、幼稚草は、殺沈氷の下に配属されて、観光に急行し、氷国省を率いる陸軍と協力して、関洋の奪回に成功した。ところが、関洋では、陸軍が略奪、放火、殺戮の暴虐を繰り広げ、 海軍の大多数はこの行状に激怒した。その結果、札は海軍から離脱し、海軍の多くは革命派へと起義した。要も、また革命派に転じ、新朝の反撃を防止している。中華民国成立後の1912年4月、海軍部成立とともに、洋樹僧もこれに所属し、翌年1月、海軍中高区組を補え受された。 1914年5月、海軍上校に昇進し、10月には、栄翔の艦長となる。翌年、祖官、飛王の艦長を歴任した。1916年、初めは艦長となり、海軍訓練を主管する任務に就く。1920年12月、大水艦長となり、翌年11月、海軍少将に昇進した。1922年8月、 幼受草は、福建省に向かう。この頃、福建と特に後期の支配が動揺し、崩壊に向かっており、幼はこの隙をついて、大量の軍需物資を奪取した。1923年5月、幼は、処理海軍練習艦隊司令に任ぜられ、さらに、福建省で、自らの勢力を拡大させている。翌年、北京政府から、 雪久し警備司令に任せられると、アモイを中心に、根拠地の確立を進めた。北京政府では、幼稚草は、海軍総司令森鈴、慶を支持し、直霊派に属している。しかし、1924年の第二次、笹口じ戦争では、要は目立った行動をしなかった。そのため、弾気随の臨時失政政権では、森が罷免されたものの、 要は逆に海軍総司令に昇進している。翌年、森が復権して海軍総長に任命されたが、要はそのまま総司令に留任した。1926年7月、国民革命軍が北伐を開始すると、森鈴木と幼稚草はこれに味方することを考えるようになる。そして、一部の艦隊を少しずつ国民革命軍に呼応させるようにした。 そして翌1927年3月、ついに要は独立宣言を発し、国民革命軍駅議を宣伝する。そして五章口で、国民革命軍海軍総司令部を設立し、要が海軍総司令にそのまま任じられた。北伐においては、北京政府側の東北解防艦隊を相手に戦い、上海クーデターでも、要は、小介席を支持している。 1927年5月、幼樹僧は、復権省政府委員会主席に任ぜられる。小会席との間では、海軍再編などをめぐって一時対立もあったものの、反省戦争では、海軍は政治に干渉せずを主張し、一貫して、省を支持している。省は、翌1928年12月に軍政部に、海軍省を設置し、幼の副審である。 陳召喚を所長に任じた。さらに1929年4月には海軍部が新設され、要が初代海軍部部長に任ぜられている。この時、合わせて海軍上昇区組を授与された。要はむしろ、福建省の統治強化を望み、海軍部長の事務は陳に委ねている。しかし、要樹僧は福建省統治において、 海軍の勢力浸透を図るあまり、他勢力への配慮を欠いてしまう。その結果、1930年に、汎用派が放棄する事態となった。要は、小海石に救援を求めたが、中原大戦最中の省に、救援の余力はなかった。そのため、要は、法政党を小政府主席代理として、事務を委ねた。こうして、要樹総は、 海軍部長兼復建省政府主席でありながら、どちらも実権を代理に委ねているという状態になってしまう。翌年12月の小解析の下野に伴い、海軍部でも人事異動が起こり、陳賞官が公認の海軍部部長に任ぜられた。要は、海軍部高等顧問に任ぜられたものの、実質的な権力は剥奪されたことになる。 1932年12月、小光率いる第19祖事軍が復建省入りし、要は復建省政府主席からも罷免された。1934年1月10日、上海で病没。去年53。ありがとうございます。